curtains, cause all we need is candlelight, you and me.インザハウス、インザハウス、インザハウス、よしお Vlog です。こんばんは。みんなのインザハウス、ありがとうございます。で、本日はですね、この間告知させていただきました、みんなの愛獣、みんなの持ち獣、みんなのラブラブ獣、はい、ご紹介動画をこちらに送ってくださいということで、まあ、LINE アットなり、Twitter の告知なりさせていただいて、送っていただいた動画がですね、かなりたくさん溜まりました。で、本日はそれを編集させていただいて、僕が見ながらコメントをつけながらですね、皆さんにご紹介していただきたいと思う、視聴者参加型のコンテンツでございます。やっぱりいつも僕がですね、ガンを紹介していく。で、画面の前の皆さんも、様々僕なんかでも知識が豊富で、銃ってものをたくさん持ってたりとか、装備ってものをたくさん持ってると思うんですよ。そんな者たちを会いに行くことはできないけれども、この画面上でですね、YouTube の前の皆さんに、個々に紹介しながら自慢していく、はい、自分のカスタムをいろんな方に見てもらえるっていう動画になりますので、どうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、一応みんなのインザハウス、まあ、これ8秒間隔で撮っていただいたものをかなり細かくカットさせていただきましたけども、本当にありがとうございます。インザハウス、本当はアドマチック天国の音楽を入れながらやろうと思ったんだけど、著作権が怖いんで、はい、オリジナルの僕の曲でですね、やらさせていただきました。では早速ですね、みんなの愛獣紹介行ってみたいと思います。インザハウス。はい、まずはですね、ユウさん。一番最初に動画を送っていただいた方なんですけれども、こちらツイッター上で、まあ、動画の方を拝借させていただいてご紹介させていただきます。ユウさんはですね、みんなのカスタム動画募集拝見させていただきました。今年からサバゲーを始めたばかり。自分でカスタムすることはできません。そんな僕が自慢したい銃は、見た目のかっこよさ一番、以外にすでに完成された銃とマックス堺も言っていました。どうぞ。僕って言ってるから男なんか、男の子なんですよね。女の子みたいなんです。女の子みたいですよね。可愛いですよね。はい。お次はポールダンサーの水戸さんでございます。かなりですね、ポールダンス。そう。あの筋肉を使って棒の周りをぐるぐる回る素敵な素晴らしいエロティカルなですね、ダンサーなんですけれども、サバゲーを始め、ガンにはまり。まあ、ツイッター上で知り合ったんですけど、そちらの動画をご覧ください。インザハウス、インザハウス、インザハウス。水戸です。今日は私の自慢の銃を紹介していきたいと思いまーす。じゃーん。ジオのおじいさんの CM16SRL というタイプの銃になっております。私がサバゲを始めて2ヶ月なんですけど、一緒に遊んでくれてる先輩たちがマーシャル装備をしているので、M4 タイプの銃の中からこの子を選びました。軽くて取り回しがいいので、私155センチなんですけど、一日中遊んでも疲れないって感じになってます。まあ、どう見てももう皆さん私の銃のポイントは見ての通りピンクでーす。どうしてもサバゲー始めるときにピンクの銃が欲しいよっていうわがままはですね、41PX のワンチャイさんにお願いしてカスタムしてもらいました。ハンドガードをピンクにしてもらって、先端のマズルをシルバー変えてもらってですね、こう魔法少女みたいな、まあ、ちょっとね、キラキラした感じにしてもらいました。レールパネル、黒をつけてもらって、まあ、ちょっとその中でもかっこよさもつけるっていう感じのカスタムにしていただきました。そしてですね、こんな感じで、ジアンドジーさんから出ているマガジンを刺すと、かなりピンクな感じで、まあ、私の理想の銃ができました。まあ、ただね、すごい狙われます。ピンクなんで、かなり目立つんですけど、でもそれも気にならないぐらいテンションが上がるので、この子でもっと遊んでいきたいなと思ってます。そして、サイト。ビクターオクプティクスさんのですね、サイト使ってるんですけど、5000円くらいでしたね。5000円なんですけど、かなり見やすくて、もうこれ以外使わないと思えるぐらいのクオリティだと思っております。
はい、こんな感じで私の銃紹介させてもらいました。そしてですね、もう皆さん多分背景の方が気になってる方多いと思うんですけど、今日はそんなサバゲーを始めたきっかけの先輩のですね、武器庫で撮影させてもらっているので、ちょっとこっちの方もですね、皆さんに見てもらおうと思います。じゃじゃーん。みんなの憧れ、ガンラックとなっております。私はですね、まだ長物1個しか持ってないので、ガンラックないんですけど、これから先もっとサバゲー女子としてですね、こう知識や、軍拡をしていって、こんな感じに仕上げていけたらなと思ってます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。はい、かわいいの一言でございます。2ヶ月で一番楽しい時期ですよね。先輩方、まあ、サバゲをする仲間たちがいて、その中でサバゲを始めていく。そして、軍拡の波に飲まれていく。そう。これからどんどんお金がかかっていくっていうことです。そして、マーベリックの J1 を乗せて、その銃っていうものを、41PX 町田店のワンチャンさんがカスタムしていく。これは素晴らしいの一択。そして、先輩のその壁の趣味も素晴らしい。水戸さん&先輩、グッドです。はい、次は、牧田さんでございます。牧田さんは、片腕がちょっと右手の方がですね、使えないんですね。ただ、この間動画出させていただきましたけども、サバゲーの中では、僕なんかよりもずっとプロで、クロートで、いろんな知識を持っていた俺にいつも何かを教えてくれるっていう方でございます。どうぞご覧ください。In the house! In the house! 本当に自宅。YSGT の牧田です。本日は相槌紹介ということで、やっていきたい。まず一丁目は、ハードボーラー。ターミネーター1で紹介された銃ですね。こちらはウエスタンアームズさんの製品です。会長に動きます。だけどゲームに持っていかない。なぜなら、マガジンのパッキンが飛んでしまうとゲームができない。なので持っていかない。ワルサ P38。会長に動きます。まあ、10メートルぐらいは狙えるでしょう。でも、これも、部品供給が悪いので、持っていくと、ちょっと損した気分になります。待てば。こちらは広角機動隊で、紹介された銃ですね。特徴は、リボルバーですけれども、上に、銃装が出ます。リアルカートです。これを買って、ゲームに行こうとして、待てばでよければ、と言ったら、セーフティーのみんなが、よくねえと言われました。まあ、あんま飛ばないんで、結局、やめときました。他にも、南部14年式の、8mmBB 弾。ガスの供給が悪くなると、弾ポロする、モーゼルミリタリー。なんかも持っています。ハードボーラーかっこいいんですよ。ターミネーター1でシュワちゃんがサラコナーを狙うあのサイトがついてる、レーザーサイトがついてる銃ですよね。俺昔ね、めちゃめちゃ欲しかったんだけど高いんです。次はエリンゴさんでございます。エリンゴさんはガンダムが好きっていうことで、自分の愛銃にですね、ガンダム仕様にガンダムペイントをガンダムっぽくしているっていうことですね。インザハウス。一番上が89の電動ガンです。これは特にいじってないです。2番目が G&G の CM16SRXL です。ガンダムが好きなのでガンダムのマークとか入れてます。上に乗ってるのがベクターオプティクスの1の方ですね。その下が ARP556 ですね。上にはベクターオプティクスの Gen2 が乗ってます。東京マルイの CRW です、ハイサイクルですね。これはストックを長いやつに変えて、上の方、色を自分で塗ってみました、G3 ですね。 SAS、ハイサイクルです。上は安いドットサイトを載せてます。私はもうガンダム好きなので、ね、全部ガンダムのシールなんかを貼ってます。こちらが HK45 電動ですね。これも自分で塗りました。はい、ありがとうございます。エリンゴさんのガンダム2、そしてインザハウスもありがとうございます。
次はですね、フルフルさんでございます。フルフルさんは、はい。こないだ 41PX の AK を何買おうかっていう動画ありましたよね。その中で AK を軍拡していく。そう。出会った時から軍拡が止まっていない。僕よりもどん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 先にガンを買っていく。様々なガンを買いながら、そう。お入れ柄も良さそうな。お金持ちの匂いがプンプンする。それがフルフルさんでございます。インザハウス、インザハウス、インザハウス。フルフルさんと申します。よろしくお願いいたします。本日は私の愛獣を紹介します。まず最初にこちら。ICS のプレアドール。とっても軽い軽量モデルになっています。ここに私の家紋が、うちの家紋が入っております。初めての銃なのでとても思い入れがあるので、よく野外で使っております。G&G 製の ARP9。私、我らがヤクルトスワローズのシール、カラーとなっています。こっちにも、やはり私の家紋が入っております。シールで貼っつけております。41PX さんの方で、内部の方カスタムしていただいて、モーターも変えてとってもキレッキレで、なっております。ICS のヘラアームズ CQR ですね。このグリップが特徴的な銃になってます。とても重いんですけども、がっちりしてて、とても扱いやすい銃になってます。吉尾さんもブラックを持っていて、いつか一緒にできるのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。背中から、東京マルイの M870 ブリーチャーです。ショットガン。こちらはインドアでよく使っておりますけども、先日野外でも使ってきました。まあ、3発発射と6発発射になっているんで、とても当てやすいです。私も下手くそなんですけれども、3発出れば当たります。で、皆さんも使ってください。フルフルさん、ありがとうございます。とっても素敵なお家柄。まあ、どこで撮ってんのか、家族に内緒で撮ってんのかね。恥ずかしいですね。はい、次は、コウキ M さんでございます。YSGT のメンバーでございます。In the house, in the house, in the house. 一番お気に入りのガバでーす。はい、コウキさんありがとうございます。銃口が画面に向かれたので、ちょっとモザイクを入れさせていただいたのと、縦長の動画になってしまったんで、編集の時どういう風にするか、はい、考えてます。ありがとうございます。そして、ガバメントのグリップの部分の女の人のやつ、よく本で見かけるんですけれども、あれかっこいいですよね。次はよっちゃんさんでございます。暗がりの部屋の中で、なぜか裸にプレキャリー。どうぞ。本日はサバゲー動画です。まず紹介するのは G&G ERP556。 これは私が最初に買ったワイルドホック、すぐカスタム出しました。すると8周かかるってやる。その間にとうとう待てずに買ってしまったです。走行もカスタム、デザートイン、これは連射ができます。カスタム済みです。で、最近買ったのがグロックジェン4ですね。やっと帰ってまいりました。 G&G のワイルドホック12インチ、ストック変えて、オーダー変えて、ハンドガード、グリップをつけました。このレールもちょっと重ねてますね。で、乗せてるのが、ちょっと初の光学品になりますので、ちょっとお手頃でしたけども、これを乗せます。これを持って、これからどんどん外に行っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。よっちゃんさんはですね、軍拡のスピードが止まらない。一緒に買い物を行くと、帰りにはいくら使ったのかなっていうぐらいの勢いで買い物を済ましていく。で、暗がりでちょっとちっちゃい頃で撮影してるのは、隣の部屋に息子さんと奥さんが寝ているから、すべて内緒で撮影してるみたいです。ありがとうございます。はい、次はですね、今日、この地球上で最も変態と言われる、タッチーっていう人間ですね。
タッチ、ウーン、タイッチングで有名なタッチさん。まあ、タッチ映画レコさんはですね、映画レビュー&サバゲに手を出す。で、サバゲに手を出したのは、すべてが不純な動機という、はい、彼の動画をどうぞ。In the house!ということでですね、私の、まあ、大切な銃の紹介ということで、早速こちらになります。G&G 製のワイドホークの7インチになります。で、こちらなんですけれども、40AMPX さんで購入させていただいたんですけれども、初めて見た時にですね、この形状に一目惚れしてしまいまして、そして、まあ、店頭にはですね、9インチと7インチと、まあ、2種類あったんですけれども、僕はですね、体格的にこの7インチのが、ちょうどいいかなと思いまして、こちらをチョイスさせていただきました。ちなみにですね、上についてるスコープは、ベクターオプティクス製のマーベリックの全2になります。そしてですね、こちら、セミオート、オートとですね、切り替えができると。プラス、まあ、電子トリガーを使っての、まあ、3点バーストの打ち方も楽しむことができます。ということで、まあ、こちらですね。僕、これからのフィールドデビューを、まあ、飾って、まあ、どんどんですね、様々なフィールドで遊んでいきたいなと思ってるわけなんですけれども、当然ですね、この相棒とともにですね、様々なフィールドで、もう、どんどん活躍していきたいなと考えております。で、カスタムするのか、このまま使い続けていくのか、その辺はまだ決めてはいないんですけれども、大切にですね、末長く使い続けていきたいなというふうに思っております。私の、まあ、大切な銃の紹介は以上になります。よろしくお願いいたします。はい、タッチさん、ありがとうございます。やっぱり YouTube やってるだけあって、言葉が流暢。そして、どことなくサイコパスな匂いがする。サイコパスの中にも、なんか人を陥れるような、その変態さ加減が出てる。はい。彼の愛銃紹介は、すべてがエロい。次はですね、MSR93 です。最近 LINE アットで、まあ、知り合いになりましてというか、まあ、YouTube の視聴者さんで LINE アットからメッセージいただいて、北海道らしいんですよ。で、その北海道の中、雪の中でも遊んでいる。彼の銃は何なのか。インザハウス、ソーコム、バイブソース、ガス化しました、グリーンガスをグリップ代わりにしております。 I'll be back。はい、すごい寒そうですよね。ソーコムに外部ソース、そしてその外部ソースをハンドルグリップにするっていう素晴らしい企画。はい。これは都内でも使えるよね。考えてみたらどうですか。次は D さんでございます。D さんはですね、ハンサムなんです。そして僕らのグループのマーク、YSG のマークと次に今作ろうとしているパッチのデザインも D さんが作っている。ロケットパンチさんと D さんが共同でやってくれた。はい。そんなテクニカルの持ち主が D さんでございます。In the house. In the house. In the house. YSGT の D です。マルゼン CA870 チャージャー。AK102。マーク18、オットワン、M870、M スタイル、AAP01、アサシン、グロック19、ハイキャパ 5.1。外見はそんなにいじっておりませんが、中身はほとんど調整しています。スプリングを変えたり、パッキンを変えてみたり、通電効率を良くしたりというとこですかね。ウェスタンアームズの、コルトガバメントシリーズ70、これは24に憧れて USP ですね。かなり素敵な家。ちょっとね、子供の声がうっすら聞こえたっていうのが可愛らしいですよね。D さんも次々にガンをしていく。で、外装はそこまでしてないけど、彼の銃は中身のカスタムってものをやってる。次世代の電動ガンのリコイルを取ったりとか、いろんなことできるんで、かなり細かいところまでいじっていって、自分でいろいろいじる。それが D さん。はい。いじりの天才 D です。はい、最後はですね、ガンの紹介ではないんだけども、本日、ジャネットさんがですね、遊び場の面々と、はい、インザハウスを撮ってきていただきました。ありがとうございます。動画のように決めるっていう。もう撮ってますよ。撮ってるの？撮ってますよ。なんかコメント言ってください。インザハウス、インザハウス、インザハウス。インザハウス。
よしお Vlog in the house。 はい、 OK です。はい、皆様本当に動画の方ありがとうございます。本当にありがとうございます。これから先はですね、ガンの紹介にとどまらず、いろんなまあガンもありますけれども、装備の紹介っていうのもしていきたいんですよ。やっぱりこう、家が遠い、離れている、そばに行けない。僕が撮影できれば一番こう盛り上げながら撮影できればいいんだけども、やっぱりみんなの装備っていうものを見たいじゃないですか。例えば僕のプロジェクトキャリアなんかは、こんな感じで装備してますけれども、どんな感じでどの部分でどの装備をつけた方がいいのかっていうのは、ネットで検索したりとか、まあ YouTube 見たりとか、いろいろ勉強していくじゃない。映画の中でこの人がこういう装備していた。ただ装備の勉強、また装備どんなものがかっこいいのか、どんな装備なのか、ファーストラインはどうなんだ、ベルトもありますよね。ベルトのファーストラインっていう部分があって、マガジンポーチをここにつける、ホルスターをここにつける、こんな感じでハンドガンを装備しているってのも、いろんな方のが見れたら自分にですね、役立てるように使っていける動画になるかなと。そしてみんながこう、共有し合って、サバゲーの愛ってものがどんどん深まっていくかなと思うんで、これから先もよろしくお願いいたします。本日は人の動画に頼ってですね、自分あんまり喋ってないんですけれども、こんな感じでまあみんなの動画を編集させていただいて、ちょっとアドマチック的に。で、インザハウスはもっといっぱいインザハウスが来てれば、もう長い感じのインザハウスで繋げたかったんですけれども、タッチーさんのインザハウスがドスが効いてるっていう。はい、そんな感じでございました。それではこれからもいろんなことにチャレンジしていくよしお Vlog でございますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。 I'll be back。 Yeah. Well, we know I'm going away, and how I wish you weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save us.